ヴィーガンに対する農家の人の対応。すべての食べ物は生きてるから、お前は石でも食ってろ。がネットで話題。内容はこちら。ヴィーガンに対する農家の人の対応が話題のようです。では、GUMA、AKA、純社員さんのツイートより内容を見てみましょう。GUMA、AKA、純社員。昨日店にヴィーガンの人が来た。生き物を食べるのは、と持論を語り出したんだけど、隣で飲んでた農家の人が、すべての食べ物は生きてるから、お前は石でも食ってろ。お感情、って帰って行った。気持ちのいい夜でした。ヴィーガンの人には、人それぞれ考え方もありますので、ってやんわりお伝えしたら、私は水しか飲むなってこと、って切れ出した。その水も、微生物って生き物が浄化してんだよバカが。命をいただいて全ての生き物は生きてるんだよ。このポンコツババアって飛び出しそうなところを我慢した大人です。反応ってビビりますが、ヴィーガンの人を否定はしません。ただ、ヴィーガン以外の人を否定してきたので怒っただけです。人それぞれ思想がありますので。見合わせた常連さんと、政治、宗教、ヴィーガンの話はやめとこうって笑ってました。ファッションでやるのもいいと思います。ただ、田舎は田舎なりのルールが都会よりも厳しいと思いますので、ファッションや思想などで、田舎でナチュラルに過ごそうと思い引っ越すと、今回のようなことになりがちです。明日の仕込みも終わって覗いたら、とんでもない反響になってました。お酒を飲む場所なので、トラブルはよくありますが、人それぞれ考え方が違うのは当然なので、誰が悪いとは思いません。でも、否定するのは良くないです。住人といろ、毎日の出会いに感謝して仕事してます。石でも食ってろ、と言いたくなる気持ち。ものすごくわかります。何せ、野菜も生き物ですからね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。肉を食べたことで、脳が急速に発達したようですから。肉も大切です。お肉を食べないと、血気盛んになるのか、はたまた情緒不安定になるのか。肉はタンパク質を補う上で大切な食べ物です。次はこちら。自分で肉類や魚類等を制限するのは好きにしたらいいと思いますが、ヴィーガン向けってやってるわけでもないお店にあれこれ行ったり、人に押し付けるのは違うと思う、農家の方 GJ です。なんでヴィーガンって人に押し付けてくるんだろうか?きっとヴィーガンを語る自分が大好きなのだろう。ヴィーガンをやるのは勝手なんですが、他人に強要するなって話なんですよね。その一言で終わる。ヴィーガンの押し付けはただただ迷惑ですよね。次はこちら。石、微生物の住処なんです。食べないでください。石でさえも何かしらの微生物はついてるんだよな。石も生きてると思う。確かに石も生きてますが、食べ物としては見れませんよね。最後はこちら。農家の方は日々生き物と接してるから説得力が違うぜ。その農家さんこそ賢者、仙人。物事の真理を一言で言っている。農家さん超ナイスやね。その場にいたら拍手すると思います。本当にスカッとしました。石でも食ってろ。最高のセリフだ。農家だからこその説得力。農家の人が言うから説得力があるんですよね。結論。農家さんは毎日野菜と向き合い、野菜を我が子のように手塩にかけて育てているからこそ、ヴィーガンの発言に怒ったのでしょう。農家さんが 100% 正しいですよ。しかし、ヴィーガンからすれば、植物は生き物ではないのでしょうか。もしかして、動物のみが生き物だと思ってたりして。まさかとは思いますが。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、
どうぞよろしくお願いいたします。